どうもこんにちは、ゆきんこあきらです。今日は新幹線に乗って、山口県の徳山駅からですね、大阪に向けて出発しまして、3時間ちょっとですかね、ほとんど寝てましたけども、たまにこうやってビデオを撮りながら、新幹線の車窓の窓から見える風景を眺めつつ、アイスクリームを食べたいなとか思いましたけども、そういうのも我慢して、無事に大阪に着くことができました。約1ヶ月ちょっとぶりの大阪なんですけども、今週は日曜日、セクシーダヴィンチさんの企画のセクシーサーカスがありますから、今日は焼肉を森健さんにおごってもらいまして、エネルギーをパワーアップしたところです。終わり。